うわ、はい、どうも、こんにちは。ミルバケソです。マイクです、マイクです。大丈夫かな？さて、そういえば音楽がなかったな。音楽。音楽、ちょっと待って、アイス溶ける。BGM、どれがいいかな？これちっちゃくしないといけないんだっけ？いまだによくわかんないな。どれがいいかな？これなんだ？いいんじゃないかな。さあ、アイス溶けるよ。さて、画面を変えて。変わったね。よし、オッケー。さて、なんか面白そうなのないかな。一言に都市伝説って言ってもいろいろあるからね。どんな都市伝説が良いかな。都市伝説2017。なんだろう。一番新しいやつ。最新の都市伝説。2017最新都市伝説、人類滅亡予言の集大成。予言だと侮るなかれ。2017最新って書いてあるけど、更新が2016年3月ってどういうことだ？ん？なんか調べたい都市伝説とか皆さん、なあ、びっくりした。携帯が、って言った。なんか調べたい都市伝説とかありますかね。なんかありすぎて、どれにしようか迷うね。40代一人暮らしで日本崩壊。
家賃が下がると日本繁栄。どういうこと？何これ、都市伝説なの？うん、ラピュタのモールス信号に隠されたメッセージ。アイスが溶ける。うん、都市伝説大全6回以内、いやよいやよも好きのうち。どういうことだろう。改めまして、私メルバケストと申します。よろしくお願いいたします。皆さん、なんか知りたい都市伝説とか知ってる都市伝説とか何かありますか？今回はそれをね、いろいろ調べながら検証というまでもないですけど、皆さんと談義できればなぁと思っております。アイスが溶けるのが早い。うん、すごい。本わさびを頭に塗るとハゲ防止になる。うん、こんにちは。コメントありがとうございますこんにちは、ミルバケストと申します。なんか皆さんも面白そうな都市伝説ありましたら、私今からこう調べてお話ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この本わさびを頭に塗るとハゲ防止になるって本当？2017年5月に更新されてるけど、スーパーカップアイスどっち食ってんの？ん？アイスのスーパーカップですよ。明治エッセルスーパーカップですよ。スイートポテト味を今食べてます。あーあーあーってなんか スイートポテト味が新発売で出てて、どんな味なのかなと思って食べてます。なんか芋がねゴロッと入ってて美味しいですよ。うん、ザクッと都市伝説。スーパーカップかと、わらわら。あー、そっか、麺のスーパーカップか。それは。ズザザザザって食べながら喋るのはさすがに、できない。あ、お昼だし、あ、そうですね。もうお昼は食べましたか皆さん。もう1時半過ぎてますけど。さあ、都市伝説いきますよ。食った、あ、食いましたか。何食いましたか。私、カップスープしか飲んでないんで、今日の昼。うん、ザクッと都市伝説。西洋わさびにはない、本わさび特有の成分がある。その成分は育毛剤の3倍の育毛効果がある。ただし、ハゲ頭には効果がない。じゃあ意味ないじゃんかよ。効果ない、ハゲ頭に効果ないんだったらダメじゃん。あ、ラーメン屋で日替わり。いいですね。ラーメン屋の日替わり定食って、ラーメン単品でしか食べないから、定食を食べたことがないから、どんなのがつくんだろう。あれかな？ミニチャーハンとか。あとは、あれかな、餃子とか。ライスがついたりするのかな。さて、日本原産の香辛野菜、本わさびに含まれる成分が、人の育毛に効果があることが発見された。発見されたって言ってからもう、これ都市伝説じゃないじゃん。
本わさびの葉から抽出したアンチエイジング効果があるポリフェノールの一種、イソサポナリンを、毛乳糖細胞に加えて培養すると細胞が活性化することが観察された。その活性化の度合いは市販の育毛剤の有効成分ミノキシジルを使った場合の3倍となった。ただしチューブ入りわさびでは効果がない。これらの成分は本わさび特有のもので、チューブ入りわさびに使われる西洋わさびにはない。 50% 以上含まれていれば本わさび使用、 50% 未満でも本わさび使用と表記できるため、本わさびと書かれていても油断できない。え、うどんはなかったよ。あ、うどんうどんはみんなどこに行くんだろう。私はよく丸亀製麺行きますけどね。丸亀製麺のかけに、あれだ、天ぷらを、ナスの天ぷらをつけますね。どうなんでしょうね、ぬるんかって聞いてますけど、ぬるのかな。薄毛が気になり始めたら本わさびをおろし頭に塗って寝てみてはどうだろうかって書いてあるなるほど。毛乳頭細胞を活性化させるため、すでに毛乳頭の失われたハゲ頭には効果がないって書いてあるだからハゲ頭に効果がなかったら意味ないじゃろ。わさび頭皮に、傷口には特にそう、わさび頭皮に塗ると傷口に塗ったらもう大変なことになるだろうな。こう、あの、頭をかくのが癖になってる人とかは塗っちゃダメだな。サメ島事件ってなんだ？サメ島事件？何の事件だろう？よくわかんないな。これも都市伝説なのか？なんかいろいろあるな。納豆を食べると骨折しにくくなる。ラピュタ。これ多分みんな知ってるんじゃないかな。ラピュタのモールス信号に隠されたメッセージ。天空の城ラピュタの作中で使われる通信手段はモールス信号が基本。4つのモールス信号のシーンと3つの英単語がある。忠実なものづくりをするアトリエというメッセージが隠されている。どういうこと？ジブリアニメ。今なんて言った？ジブリアニメ。天空の城ラピュタの作中でモールス信号を打つシーンが4回ある。一つ目のシーンは冒頭、飛行船内でムスカがシータにカラビンで殴られる直前。この音を解読すると VVV となる。これはマイクテストの本日は晴天なりと似たようなもので、特に意味はなく、きちんとモールス信号音が鳴るか試しているだけ。本部にモールス信号を送る前にシータに殴られたため、何と送ろうとしたかは不明。二つ目のシーンはパズーの家を占拠したドーラが軍隊の無線を傍受するシーン。このモールス信号を解読すると、ん？ NDIOFIDELITYTH と暗号変えたね、ドーラゴリアテ？ゴリアテ？ゴリアテって何ですか？暗号変えたね、ドーラ。あー、そっか、なんかそんなこと言ってた気がする。ドーラ暗号変えたねみたいなことを言ってた気がする。そうだ、フィデリティスは忠実、誠実、現物そっくりという意味の英語。
NDIO という英語はない。この通信を聞いただけでは意味がわからないが、傍受したドーラが暗号を変えたって無駄だよというセリフから、 NDIO は暗号を解読するための鍵で、 NDIO プラス、フィデリティス飛行船で迎えに来いという意味になると思われる。3つ目のシーンはシータを乗せてラピュタに向かおうとする飛行戦艦ゴリアテの飛行シーン。あー、なるほど。飛行戦艦の名前か、ゴリアテって。この時のモールス信号は MANUFACTURER で、製造、作る人、メーカーという意味。4つ目のシーンはゴリアテの飛行シーンのすぐ後、ドーラが再び軍隊の無線を傍受するシーン。この時のモールス信号は STUDIO、スタジオ、本当だ、スタジオで、アトリア、工房という意味。3つ目と4つ目のシーンがつながっていることから、ゴリアテはマニュファクチャープラススタジオとモールス信号を送っていた。この通信を聞いたドーラの娘を乗せて出発する気だというセリフから、この暗号は目的地に向かい発信することを意味する暗号文と思われる。まあ、作中にはモールス信号で忠実、製造、アトリエという3つの単語が出てくる。うん、スタジオジブリは忠実なものづくりをするアトリエだというメッセージを込めたと思われる。なるほど。そう、ああ、アイスがドロドロ。まあ、作者の遊び心ってやつですかね。なんかそういうのがある映画とかって結構いっぱいあるよね。まあ、遊び心で有名なのは、あれかな、トリックとか、ドラマのトリック。うん、あのそう、ああ、あの監督はそういうなんかオマージュを入れるのが好きだから。うん、あ、トリック知ってる人がいた、嬉しいな。私トリック大好きなんですよね。 DVD 全部持ってるぐらい。うん、行中検査廃止の本当の理由。行中検査ってみんな知ってんのかな。知らないかな。こうなんかあの、DVD 俺も持ってる。本当ですか、仲間。柔軟剤だ、わらわら。主は30代ですよ。昭和生まれですよ、昭和生まれ。ありましたよ、だから行中検査。なんで廃止になったんだ。あれ嫌だったんだ、本当に。そう、やるときに、なんだっけ、なんか親が やんなきゃいけないみたいな。俺も知ってる。あ、知ってますか、行中検査。なんかあの、3枚ぐらいに重なったフィルムのこう、1枚目剥がして、こう、グイグイってやって。あそこにグイグイってやって。言い方を。言い方。あ、シールみたいなの。本当ですか？なんかあの、3枚重ねのフィルムみたいなやつで、やらされたんですよね。特になんだっけ、修学旅行に行く前とか。よくあったんだけどな。そういえば今の時代はないのか。大人になったからないのかと思っていたが。小学生3年生以下に義務付けられてた行中検査。うん。
え、先輩はマッチ箱？マッチ箱？マッチ箱ってどうやって胸中を検査をするんだ？昭和33年以降、誰もが経験した肛門にピタッと貼るあれだ。胸中検査は2015年度限りで廃止。あ、でも、それだけやってたんだ。2年前ぐらいまでやってたんだ。2016年度からは行われないことになった。その理由は感染率の低下。過去10年の検出率は 1% を切ったためだとしているが、本当の理由は別にあると言われている。寄生虫とアレルギー疾患の関係解明。あー、なるほど。なんか糞便検査みたいなのはありましたよね。私の時はあの試験管みたいなやつでしたけど、今どうなんだろう。箸でちょっとって面白い。どうなんだろうね。ね、どうなんでしょうね。でも多分やると思うんだけど、あとあの、なんだっけ、学生の時ぐらいまではあったけど、高校生ぐらいまであったような記憶があるけど、それからずっとやなくって、で、あれかな、確か会社の健康診断かなんかで35歳以上がやるんだったっけかな。なんでまだ私はまだ会社のやつはやってないんですよね。うん。胸中検査が始まり、1960年代から胸中などの寄生虫に感染している人は減少を始めた。寄生虫感染者が減少するにつれ、アトピー性皮膚炎、喘息、花粉症などのアレルギー疾患が急速に増加した。環境とか食事が変わったし、まあそれも あるでしょうね。でも胸中が減ったらアレルギー疾患が急速に増加したって書いてある。減少を始めたとはいえ、寄生虫感染がまだまだあった時期、急激に増えたアトピー性皮膚炎の患者の中から寄生虫に感染したらアトピーが治ってしまったという多数の報告が寄せられるようになった。事実、寄生虫感染者の多い発展途上国ではアレルギー疾患はほとんどないことから、寄生虫とアレルギー疾患の関係性が本格的に研究され始めた。そして2014年に寄生虫研究グループの研究結果が発表された。寄生虫に感染するとナチュラルキラー細胞といわれるリンパ球が増加する。ナチュラルキラー細胞は細菌やウイルスなどを排除する力を持っており、これがアレルギー疾患の改善に貢献していることが解明され、新たな治療法につながる可能性が発見された。とは言われても蟯虫を飼いたくはないけどな。確かにアレルギーは治ってほしいけど、わざわざ蟯虫が大事ってことか。うん。え？漢字が難しくて読めない何中ですかこれ。行中？行中の行っていう字なのかな。うん。行中検査廃止の本当の理由、 1% を切ったとは言えば、いえ、ん？あ、棒読みちゃんが読んだ。棒読みちゃんのね、音が小さくて聞き取れなくて。棒読みちゃんもついこの間入れたばっかしたんですよ。一昨日ぐらいに生放送で皆さんに教えてもらいながら入れました自分でね。5分になりました。ん？あ、やばいやばい、残り5分になりました。ありがとう。あんこちゃんありがとう。
んこちゃんありがとう。じゃあ切れる前に一回延長を入れたい。よいしょ。番組延長。延長。そうです、延長です。30分延長入れます。30分延長しました。ありがとう、あんこちゃん。読みちゃん音もなる。終了まであと4分になりました。俺の棒読みちゃん音も鳴る。あ、そうなんですか。なんかいろいろ設定があるらしいんですけど、もう皆さんのコメント読んでくれるだけでいいかって今ちょっとそれ以降何も手をつけてないもんだから。音アラーム設定とかもあるのかもしれないな。なんかあんこちゃんアラームみたいなやつがあったような気が。ん？あれ6時間放送ってなかったっけ。え、6時間放送って何ですか。6時間放送、そんなにヘビーな放送。アラート、アラート、6時間放送にするとアラートが鳴るのまあまあ、とりあえず行中検査はアンコアラート、アンコアラート、あ、そうですそうですそうです。棒読みちゃんとあんこちゃんを今くっつけて使ってるんですけど、うんうん、アレルギー疾患改善のためとはいえ、帰省中に感染しましょうとは言えない。そこで感染率の低下を理由に検査を廃止したのだと思う。だからもしかしたらアレルギー、俺アレルギー持ってないぜっていう人は行中に行中に感染してるかもしれないってことそれもまたやだね。設定した枠とかユーザーが放送すると繋いでくれる。あ、そうなんですか。設定した枠とかユーザーが放送すると繋いでくれる。あ、そんなのあるんですか。すごいな。なんか確かになんかそういうのが、うわーお、怖いの来たよ。なんかいろいろあるんですよね。こっくりさんに聞いてはいけないこと。こっくりさん来たね。こっくりさんは世界中にあり、日本では1970年代に大ブームになった。こっくりさんによる怪奇現象など、様々な問題が起き、禁止する学校があった。本当に禁止する学校とかあったのかな？これは怪しいけどな。そこまで動くような学校あったかな？怪奇現象で怖い思いをした一つの出来事を紹介。はい。紹介してくれ。こっくりさんとは、狐の霊を呼び出す高霊術の一種で、呼び出した狐の霊が様々な質問に答えてくれるというもの。あったと思う。じゃあ、ちょっと、また後でいじってみます、あんこちゃん。なんか、自分に都合のいいように、やっぱり、設定しといた方が良いかと思いますので、後であんこちゃんをいじくってみようと思います。キュッピトさん、エンジェル様など名前や遊び方は時代や地域によって異なる部分があるが、50音数字はいいいえなど、こっくりさんが答えるための言葉が書かれた紙と硬貨10円玉が使われる。うん、こっくりさん、こっくりさんです。こっくりさん、みんな知ってるぐらい有名な都市伝説というか高齢術というか、やったことある人いるのかな。
参加者全員が高架の上に指を置き、コックリさんを呼び出して質問すると、紙の効果が、紙の効果？違うでしょ。紙の上に置いた10円玉でしょ。勝手に動き答えてくれるというもの。コックリさんとか口裂け女とか。そうそうそう、コックリさんとか口裂け女とかね。口裂け女は小学校ぐらいの時に流行りましたな。コックリさんは、なんだっけ、ペロペロキャンディーが好きだから、遠くにペロペロキャンディーを投げて逃げるっていう方法と、あと、ポマード、ポマード、ポマードって3回唱えると逃げていくとか、そういうのがあったな。あとは、あれだね。トイレの花子さんだな。あ、でもね、トイレの花子さんは私やったことあるんですよ。小学生の時に。そしたらね、面白いことが起こったんですけど、それはまた別の話で。今ちょっとコックリさんをちょっと読んでみよう。コックリさんが来ている間は高架から指を離すのはダメで、最後はきちんとお願いし、お帰りいただかないといけない。コックリさんのような高齢術は世界中にあり、レオナルド・ダ・ヴィンチもこの行為現象について言及していて、15世紀のヨーロッパではすでに行われていたことが分かっている。1970年代には小中学生の間で大流行し、様々な事件や問題が起き、校則で禁止する学校もあった。そんな時代の出来事。ここからか。ある中学校の放課後、二人の女子生徒 A さんと B さんが教室に残りコックリさんを始めた。コックリさん、コックリさん、おいでください。教室に残っていた別の女子生徒がその様子を見ていた。〇〇くんが好きなのは誰？いつ彼氏ができますか？など年頃の女子らしい他愛のない恋愛相談がほとんどで、コックリさんを呼び出した二人はもちろん、周りで見ていた女子生徒もコックリさんの答えにキャーキャー言いながら楽しんでいた。あなたは誰ですか？そう A さんが質問した途端に教室の空気が変わった。 A さんと B さんの指が置かれた10円玉がどの文字にも止まることなくめちゃくちゃに動き始めた。 A さんと B さんは半泣き状態。周りで見ていた女子も唖然としている。もう帰ってもらいなよ、誰かが叫び、A さんがお帰りくださいとコックリさんにお願いすると、10円玉がピタリと止まった。止まったのはいいえの上。お願いします、お帰りください。何度お願いしても10円玉はいいえの上から動かない。怖くなった B さんは10円玉から指を離し泣き崩れてしまう。指を離したらダメだよ、やばいよ、など周りの女子が騒ぐ中、どうすればいいですかと A さんが聞くと、か、は、という答えが返ってきた。家に帰ったのか、わらわら。ん？家に帰った？コックリさんがですか？川に着いたがどうして、学校のすぐ近くには川が流れている。 A さんは10円玉を握りしめ、その川を目指して走り出した。見ていた女性とたちもその後を追う。川に着いたがどうしたらいいかわからない。周りを見渡してもいつもと変わらない穏やかな風景。川に投げ込むのかな、などとどうするべきなのかみんなで話していると、右手を強く引っ張られたこのように A さんが倒れた。そのまま A さんの右手を見えない何かが引っ張っている。引きずられまいと A さんは左手と足を地面に立ててこらえようとし、その場にいた生徒全員で A さんにしがみつくが、少しずつ川へ近づいていく。まるで見えない何かと綱引きをしているかのように、ゆっくりとゆっくりと川へと引っ張られる。熱い熱い、右手が熱い。 A さんが悲鳴を上げると、10円玉を捨てて、早く捨てて、と誰かが叫ぶ。指が開かない、熱い。 A さんは泣きながら小さな悲鳴を上げた。一人が A さんの指を開かせようとするが、強く握られた A さんの指は開かない。手伝って、
数人がかりで A さんの指を開かせることに成功し、10円玉を川へ投げ込むと、A さんを引っ張る力は消えた。10円玉を川へ投げ込んだ生徒は、普通の10円玉だった、特になんともない、と言っていたが、A さんの右手のひらには、焼けた10円玉を押し付けたのような火傷ができていた。家に帰ったのか、いいえ、誰がうまいこと言えと。家だけに。はい。まあ、そういう話ですね。こっくりさんね。そういえば、こっくりさんのアプリかなんか作られてなかったっけ？なんかそんなのがあったような気がするな。こっくりさん。こっくりさんアプリ。こっくりさんもな。現代の技術でアプリにされちゃかなわんよな。信じてしまう系。ディズニーはまずいだろう。ディズニーのやつはまずいだろう。ん？製薬会社の罠、インフルエンザ予防接種は意味がない。これは本当なのか。フリーメイソンとイルミナティの関係。78対22の宇宙の法則、完璧主義者は完璧をなせない。ほんとだ、こっくりさんアプリいろいろある。見たんですか、こっくりさんのアプリ。そんなこっくりさんもデータ化されちゃどうしようもないべ。そういう、ねえ。現代の科学には抗えません、こっくりさんも。こんな簡単にこっくりさんする時代になったとはって思ってます。昔のこっくりさんは、まあ、狐を宿すっていうのは、名ばかりで、身近にいる、こうね、浮遊霊とかを引き寄せて呼んじゃうっていうのがよくある話でしたけど、アプリのこっくりさんはどうなんだろうね。どっかのなんかデジタルウイルスかなんかを呼んだりするのかね。こっくりさんアプリか。それなんか実況プレスしてみるのも面白そうだな。こっくりさんアプリ。製薬会社の罠。インフルエンザ予防接種は意味がない。ニュースメディアにとって製薬会社は重要なスポンサー。インフルエンザ時期になると予防接種を進める報道をする。インフルエンザは予防接種によって拡大する。だと。まあ、確かになんか思うところはあるがな。製薬会社の売り上げは毎年のように上がっており、投資市場予測でも製薬業界はますます発展していく傾向にあると予測されている。その売り上げ予測は数年以内に2倍になると予測され、つまり今の2倍以上のワクチンや薬が市場に流通する準備が進められているのである。大手製薬会社のほとんどがテレビ番組のスポンサーであり、人気番組はもちろんニュース番組の大スポンサー、あ、違う大口スポンサーになっている。テレビ局は製薬会社がスポンサー契約を切らないように、製薬会社が売り上げを伸ばすきっかけとなるニュースを大げさに報道している。インフルエンザ患者が出ると厚生労働省が発表する情報では、弱毒性で致死性は低いとなっている方のインフルエンザであっても、インフルエンザの重病化の危険性や拡大防止のための予防ワクチン接種を強調する。
また新型インフルエンザも流行しているように報道されるが、実際は新型の可能性も含めた数で集計しているため、流行しているのは新型ではない可能性も多々ある。新型インフルエンザで死亡したとされた男性が、その後の調査で新型ではなかったと判明したと厚生労働省が発表したが、ニュースでは新型のまま放送されたこともある。どういうことだよ。情報がねじ曲げられているよ。インフルエンザ患者が出ればインフルエンザ流行と騒ぎ立て、次にワクチンの重要性を訴え、新型インフルエンザに効くワクチンの不足を訴え、予防接種を促す。ウイルスも進化かもしれないね。いや、それはでもあると思いますよ。生きとし生けるもの、たとえウイルスでさえも、日々少しずつ進化はしているのかもしれない。進化してないのは人間だけかもしれませんな。なんて思ったり。ねえ。やれ医療だ、やれ科学だで、自分たち自身がね、こう、高みに目指すっていうことを忘れてしまっておるよ、人間は。時期で流行するインフルエンザは製薬会社が販売促進キャンペーンをする上で最高のネタとなるが、ワクチン開発が進みインフルエンザの恐怖が薄らいでしまっては効果がなくなる。そのため数年おきに新型インフルエンザが誕生し流行する。しかし実際には新型インフルエンザは流行していない。うん、そうだね。なんかだって調べても出てこない時とかあるよな。A型、B型。で、新しいのが C 型だったっけかな。確か3種類ぐらいしかわかんないけど。1970年代アメリカで新型インフルエンザが流行する可能性が高いとして、新型ワクチンの予防接種キャンペーンが行われた。しかし予防接種の効果はなく、大量の感染者死者を出した。後の調査で大手製薬会社が大量に余ってしまった豚インフルエンザワクチンを処理するために広めたデマであったことが判明。予防接種に使われたのは豚用のワクチンだった。人に自然感染することのない豚インフルエンザが予防接種キャンペーンによって人に感染し流行した。この事件のように予防接種が原因でインフルエンザが流行するということが様々な国で発生している。WHO 世界保健機構は新型インフルエンザに関するデータはないとし、厚生労働省管轄の感染症研究所もワクチンでインフルエンザは予防できないと発表しているが、日本のメディアは過去に起きた予防接種が原因のインフルエンザ拡大事故などなかったかのように、インフルエンザ流行の時期になると予防接種を推進する報道を流す。大口スポンサーである製薬会社の売り上げを伸ばすために。会社でよくインフルエンザの予防接種ありますけど、まあ任意なんですけどね。私はそれを受けないことにしております。なぜなら、受けた年に限ってインフルエンザになったからだ。今まで忙しくて接種してなくてインフルエンザにはなってなかったのに、その年だけはなぜか絶対インフルエンザになりたくないと思ってワクチン接種をしたわけですよ。そしたらその1週間後ぐらいにガッと高熱が出て、病院に行ったらインフルエンザですねって、なんでやねんって、ワクチン打ったんですけどっていうね。それ以来私はインフルエンザのワクチンは受けてません。俺も受けたことない。俺も受けたことない。本当ですか？インフルはなったことあります？よいしょ。受けたことなくてインフルになってなければ万々歳なんですけど。
まあかかっても症状が軽いらしいけど、どうなんだろう。ああ、そうですね。症状が軽いっていうこともありますよね。なんかインフルエンザにかかってはいるんだけれども、普通の風邪の症状と同じ人っていうのはいるらしいです。確かに。熱もそんなに微熱程度、37度とか8度ぐらいの微熱程度で、でまあ、ちょっと鼻水出るかなぐらいの人。まあ、ガッと出る人もいるし、そんなでもないのにインフルでしたっていう人もいるしね。まあ、ここいらはちょっともう病院行かなきゃわからないことではありますけど。ちなみに、熱が出て、鼻水も出て、もう節々も痛くて、っていう状態でも、インフルエンザの検査を受けさせてくださいって一言言わないと、インフルの検査はしてくれません。皆さん知ってるでしょうが、怪しいと思ったらインフルの検査してくださいって一言言わないとやってくれません。気をつけてくださいね。会社や学校を休みたい人は特にインフルじゃないかどうか調べてくださいっていう一言を忘れずにね。絶対言わなきゃダメよ。さて、他に何があるかな？地獄通信って何？あなたの恨み晴らします。地獄通信。これ NG か。ん？ NG？アニメ地獄少女に登場するサイト、地獄通信。地獄通信にアクセスできれば人を地獄送りにできる。アニメ模倣サイトだけではなく本物の地獄通信が存在していた。あ、私、地獄少女ちょっと知ってますけど、それが本当にあったのかな？都市伝説的な噂だと思われていたが、それが真実だったという前提でストーリーが展開するホラーアニメ「地獄少女」の作中に登場するホームページに関する噂。ストーリーはあくまでもフィクションであり、ファンが作ったと思われる地獄通信を模して作られたホームページ。実際に午前0時にだけしかアクセスできないようになっている。が存在するが、実際に送信しても何も起こらない。しかし最近、数年ほど前まで本物の地獄通信があったといった噂が流れている。その根拠として、作中に登場したアドレスと全く同じアドレスであったこと、実際に一人の人間が行方不明になっていること、このような噂が広まってしまったためにネットポリスが削除し今は存在しない、などが挙げられている。しかし、ここに挙げた根拠は実際の都市伝説を語る際によく言われるお約束的な表現が多く、地獄通信が実在したとはっきり言い切れるものではない。なるほど。あなたの恨み晴らします。これあれだな。画面見れると面白いかもしれないな。ちょっと画面変えよう。ちょいと画面変えますね。これで見えるかな。こういうのがあるわけですよ。見れるかな。あなたの恨み晴らしますっていうね。見えた。こういうのが地獄少女っていうアニメで出てたんですけど、まあそれの本物らしいものがあったという話ですね。
なんかあと面白そうな話あるかな。何これ、サザエさんの寝室ティッシュにクリームってどういうことだよ。ワンピースの登場人物は実在する。あ、わらわら、幽霊屋敷、サザエさんちの都市伝説。そういえばサザエさんのなんだっけ、最終回はなんか誰かがハワイ旅行を開けて、あ、当ててみんなで飛行機に乗って出発したら、その飛行機が事故にあって墜落して海に帰るっていう話だった気がするけど、それはみんな知ってる話か。幽霊屋敷、サザエさんちの都市伝説。鎌倉にある家、幽霊屋敷として扱われている。そうなんだ。サザエさんの家とは、神奈川県鎌倉市に実在した廃屋、幽霊屋敷のこと。廃屋は2003年末に起きた不審火により建物の一部が焼失したため更地にされたが、いまだに鎌倉市にはサザエさんの家という幽霊屋敷が存在するとインターネット上や口コミを介して流布している。こうしたことからサザエさんの家とは、実在する廃屋を題材に交渉伝承を介して誕生した一種の都市伝説と言える。サザエさんの家という名前がついた理由については、廃屋入り口に磯野と書かれた表札がかつてあったことに由来しているというこというが、真偽は不明。廃屋となった由来については、かつて住人が皆殺うおーマジか皆殺しにされたというものがほとんどであるが、中にはただ単純に地権者側の相続問題で矛盾になっているだけという実態をある程度継承した伝承もあるとのこと。じゃあサザエさんの寝室ティッシュがちょっとものすごく気になってしょうがないよ。何これ、サザエさんの寝室ティッシュ見てみるか。どういう話だろう、これすごいね。でもあれでしょ、これ確かこの一コマって確か小説を書いてるんじゃなかったっけ。ティッシュじゃないよね、これ。え？サザエさんとマスオさんの寝室のシーン。枕元に箱ティッシュが置かれていたのだが、ある時、教育上良くないという苦情があり、ティッシュ箱がなくなった。え？そうなの？え？そうなの？え？でも大体、ベッドの近くにティッシュない？私なんか鼻炎持ちだから、よく鼻が詰まって夜目が覚めちゃったり、そういう時か考えすぎ、本当だよそう、そうだ、教育上良くないって言ってるやつが教育上良くないわ、またブーメランだぜ、ブーメラン。そんなことあるかいって、サザエさんだぞ。なにこれ、 Win でも Mac でも使える。言われないと気づかない本当ですよ、言われないと気づかないよ。それにリアルな問題としてティッシュないと困るし、夜はもう鼻が詰まりすぎて息できなくて目覚めたりするから。なにこれ、サザエさんじゃんけん勝率 82%。 あ、誰か来た、ちょっと失礼します。
どなた？あと4分になりました。終了まであと3分になりました。戻りました。ネットで頼んだ化粧品が来てました。サザエさんのじゃんけんを研究している人がいる。おかえり。あ、おかえり、ありがとうございます。過去のデータからサザエさんが出す手を予想、勝率は 82% を超えている。国民的アニメサザエさん。サザエさんは1969年に放送開始、エンディングで恒例のサザエさんじゃんけんは1991年に始まった。終了まであと2分になりました。あ、そうだ、はい、終了まであと2分になりました。すごいね。余談だが、1991年10月中旬までサザエさんのエンディングは、サザエさんが食べ物をな、投げ食いって何？喉に詰まらせるシーンだった。ああ、そういえばあったね。このシーンに、小児病院の医師から子供が真似をすると危険との指摘があり、その後本当に真似をした小学6年生の男児が死亡するという事故が起きたため、現在のサザエさんじゃんけんに変更されることになった。これはみんな見たことあるんじゃないかな。ガッグッってやつね。ガッグは見たことあるんじゃないかな、みんな。さあ、じゃあ、都市伝説枠は。終了まであと1分になりました。はい、あと1分になりました。都市伝説枠はじゃあ、これにて一回おしまいにしましょうかね。字枠ちょっと取るつもりなんですけど、字枠はゲーム実況したいと思います。ちょっと気になってるゲームがあるので、それをやっていきたいと思います。もしね、よろしければ、見てみてくださいね。はい、ということで、ここまで見てくださった方、コメントくださった方、ありがとうございました。ミルバケストでした。ではまた字幕でお会いいたしましょう。またねー。